Hey guys! あなたなり様、イルカ様、本日もポチッとありがとうございます。え、なんか久々じゃない？オープニング撮ってなかったんか。ということで、モンコタンメン中本。これ、辛いのかな。カレーは食べたいと思います。あとね、マックでポテトも買ってきちゃった。イエーイ。チョコミントフラッペにめちゃくちゃハマってて、それを買いたかったんだけど、なんかやばい、塩ポテト食べたいと思って買っちゃった。ねえ、この服可愛くない？このね、スカートもちょハートなんだよね。見えるかな。もう本当に私さ、シーンとかもそうなんですけど、もう安くて可愛い服が超大好き。なんかこれもさ、もうなんか年齢的にさ、いいのかなってさ思うけどさ、可愛い服好きだから着ていいですか？この服はね、あのね、上野のね、クリアっていうお店で買った。こっちが3000円、こっちが下が5000円。違うな、全部合計4000円ぐらいで買ったな。え、あ、これ1500円かな。1500円4000円だ。めっちゃ安くない？そうそうそう、1500円。なんかこの値段じゃないの、安くなってるだな。めっちゃおすすめ。上野のね、丸い、上野の丸いの3階のお店、ファンの人とそこでも会ったから、あの人も買ってたのかな。ということで、お湯を入れていきたいんですけど、ちょっとスカートに跳ねたら嫌なので着替える。よいしょ。ねえ、蒙古タンメン、ここ破れたんだけど、だってどういうこと？あ、てかここから開けんだ。どんな開け方やねん。結構お湯必要だね。楽しみだな。辛いのかな。いただきます。やばい、塩が効いてて美味しい。なんかね、元気がなくなったり疲れたりしたら塩だよ。なんか本当に暑いね、毎年思うけど。おぼしま赤ちゃんいるからさ、なんかあんまり出かけるのは不安そうだからさ、赤ちゃんのこと思うと、なんかさらに暑って思っちゃう。私お出かけすごい好きでな、担当。夏は無理よ。まずね、私が無理。私汗かくと体中が痒くなっちゃうんですよ、アトピーで。だから夏はお家かな。なんかみんなのさ、インスタの友達とかのさ、ストーリーとか見てると、結構公園で付き合ってあげてたりしてるのよ、みんな子供のね。だんだん公園行ったって今はさ歩けないからなんだけど、もうお母さんたちすごいと思って。子供は無邪気にブランコとかさ、滑り台とかさ、お昼とか公園で遊んでるんだけど、もう私あれに付き合ってらんないかもしれない。みんなすごい。お母さんたちも水分補給忘れないでね。前にディズニーかな行った時に、ナータンの水分補給とかミルクとかのこと考えすぎて、自分ペットボトル1本も飲んでなくて、これまずいと思ったから、みんなお母さん自分の体調とかもしっかりしてください。でね、今日は何喋ろうかなと思うんだけど、なんか結構そのピューロランドとかディズニーとかに行って、なんかね、かわいそうとか、親の趣味に連れ回すなんてみたいなね、コメントがちらほらあるの。何が悪い？はい、ということについて今日喋りたいと思います。なんか5分経ってないの、なんかちょっと、なんかさ、私この間 TikTok で動画上げてるんですけど、新宿代々木の方にあのアンミルっていう大好きな洋服のブランドがあるんですけど、そこのポップアップに行きたくって、大江戸線だったのかな、乗り換えかなんか で大江戸線ってむちゃくちゃ下なので、エレベーターがなんかね、2、3回乗ったのね。上がって上がって下がって乗り換えみたいなんで、乗る人が全員一緒だったの。ベビーカー4台あったの。4台あるとさ、乗らないエレベーターは乗らないじゃん。で、私が一番最初から2番目に乗ったんだけど、で3段目の人が乗って、4番目の人がご夫婦と赤ちゃんのベビーカーだったんだけど、あ、もうなんか無理かなみたいな感じで言ってたら、中の人が、あ、行けますよ、みんなもうちょっといたら入れます入れますみたいな、もうちょっと詰めようぜみたいななんかチームみたいな感じだったから、すごいなんかエレベーターの雰囲気がめっちゃ良くなって、みんなで、あ、そうですねみたいな、あなたもうちょっとこっち来ないみたいな、なんか夫婦でね、言ってる夫婦とかいたりとかして、みんなでその人を頑張って乗せようみたいななんかすげえいい人だって
で、降りました。で、降りる時も協力、誰かが開けたままして、ありがとうございますみたいな感じで、次のエレベーターも全員一緒なわけ、このエレベーターも入りますみたいな広さ的に、で、はっみたいな感じで入ったんですよ。それで箸がない。ねえ、辛いのかな。こういう時はやっぱさ、割り箸でしょ。カップラーメンはなんか割り箸で食べたい派なんだけど、わかる人いるかな。いただきます。めっちゃ美味しい。それで次2回目のベビーカー乗った時に、一人の人が、まあ可愛いみたいな赤ちゃんを見てたの。何ヶ月なんですか。あ、ヶ月なんです。あ、そうですね。で、うちの子と近いみたいな感じのエレベーターのなんか空気感になって、一人の人がね、可愛いって覗いて、あ、とかなの、あ、可愛いあとかなのって言って覗く。うちの子が。で、最後ね、ベビーカーがもう一つあって、そのベビーカーに注目がいったわけ。みんな次の子はどんな子なのかなって思って、はぁってみんなが注目したらさ、犬だった。もうさ、本当にその空気感が、なんで鳥だったのっていう、あ、犬なんだけど、あの大鳥だったの、最後だったのっていう感じなんですけど、もうなんか、いや別にそんな面白くはないんだけど、なんかそのみんなの頭の中で赤ちゃんだって勝手にさ思い込んでたわけじゃん、ベビーカーだし。で、ベビーカーもマジでほら犬のベビーカーだけどさ、新生児が乗りそうなさベビーカーなの。縦じゃなくて B 型っていうんですか、じゃなくてこの僕真横の子を寝るみたいな。で、めっちゃ静かだったの。第1回目のこう集合エレベーターも静かだったし、第2回目も静かでクーンとかワンとか何にもマジ言わなかった。全員何も言わなかったの、赤ちゃんだけど、赤ちゃんだけど全員何も言わなかったから、みんなで注目したらワンちゃんでさ、もうズコーンみたいな空気的にはね。だけどほら、そこの雰囲気もなんか、あ、お、お、オフみたいな感じだった。全員が、あ、お、みたいな。想像と違った、あのね、ワンちゃん、生き物がいたから、びっくりして。あ、そうですね、みたいな。まあ、あの空気感が忘れなくて、第3回もエレベーター全員一緒だったんだけど、あ、3人の赤ちゃんと1匹犬なんだ、とか思いながらこう。あれは面白かった。育児さ、好きにしたらよくないって思うんだけど、私だけなんか分かんない。 DM でさ、ディズニーめっちゃ行ってるとか、ピューロめっちゃ行ってるんですけど、めっちゃって言ってもピューロ1回目だし、ディズニーも赤ちゃんと2回ぐらいしか行ってるんですけど、なんかいろんなことをみんな気にして、行きたいけど行かないって人はなんでやの。行きたいなら行けばいいと思うんだけど、誰かの意見を気にして、マイナスね、誰かのマイナスな意見を気にしてとか、自分がめんどくさい、しんどい、行きたくないなら別に行かなくてもいいと思うけど、本当は子供と一緒にディズニー行きたいのにとか、行けばいいと思うんだよ、私的に。だってさ、いやだって赤ちゃんの今行かなかったら、今ってか行きたいっていう時に行かなかったら、もう1年後とかじゃん、今日、今は、今の次は1年後とかさ、みんな行ったらいいのに、行きたいなら。なんか赤ちゃんは赤ちゃんのところに行くべきっていう意見もあったの。なんかその赤ちゃんが遊べる、自分の行きたいところじゃなくて赤ちゃんの行きたいところ。いや、そんなの分からんよ、赤ちゃんが本当に行きたいかどうか。なんか子供がいっぱいいるところやろ。まあ歩けるようになったらいいかもしれないけど、しかもさ、それでさ、手足口病うつったとかさ、投稿見てさ、本当だよって、マイナスな意見だけど、これは行きたいところに行ったらいいじゃん、お母さんが。ダメな、子供と一緒に写真撮ったり、素敵じゃん。でもこれが全く知らない他人に言われたら、あの無視したりどうでもいいと思うけど、例えば自分のお母さんとか義理のお母さんとか親戚とか友達に、とかって、連れ回すのかわいそうだよとか言われたら、確かにそうなんかな、私悪いことしてんのかなって思っちゃうかもだけど、お母さんが元気で連れて行ってあげたいなら連れて行ってあげて、一緒に時間を共有して写真を撮って、素敵じゃん。やっぱり自分のことじゃないからさ、心配だしさ、いろんなね、心配事だったりはあるけど、マイナスな感情にとらわれて
しまわない方がいいと思うんだけど、私は何だってマイナスに取ろうと思えば取られられるからね。かわいそうって言ったらもうまず料理が下手くそな親のもとに生まれてかわいそうから始まるからね。何でも始まる。それは子供が決めることだから。かわいそうなのかかわいそうじゃないのか、嫌なのか嫌じゃないのかは、だってさ、聞いてくれる？私のお母さんね、ディズニーランドにさ毎日行ってたわけ。毎日よ。その回り方さ、一緒になんかね、イッツアスモールワールドでこうお人形を見せてあげたいとかさ、パレードを一緒に見せてあげたい、見よう、一緒に見たいとかじゃなくて、同じショーを何度も見るね。なぜかというと、ダンサーさんのお宅なの。だからそのダンサーさんを見たいがためにそのショーを見る。見終わったら並ぶ。そしてまた見る。見終わったら並ぶ。これを繰り返されるんですよ。やばくないですか？これははつかにめっちゃ面白くない？ってな感じがゆりの初心者なのに何言ってんねんっていう育児論でした。まあ、ピューロとディズニーどうだったっていう話もめちゃくちゃしたいわけよ。私実際問題、ピューロとディズニーどうだったんだい問題とか、子供と行ってどうでしたかっていうことを話したいの。じゃあ、おいしい。あー、おいしい、最高最高。はい、ということで最後まで見てくださってありがとうございます。ねえ、チャンネル登録マジでお願い。ねえ、一回マジでお願いしたい。お願いします。とグッドボタン、そしてコメントね、あの YouTube はコメント返しするって決め単語なのでよろしくお願いします。あとさ、みんなさコメントしてくれてるのにさ、ユーザーネームの人とかいてさ、名前がわからんのやの。誰なんだろう。でか、なんかいい唇になってない？辛くて赤くなった。いい唇になった。アンジェリーナ・ジョリー。では皆さん最後まで見てくださってありがとうございました。またのー。